三沢新体制の第一歩。5月3日事件をもちまして、全日本プロレス株式会社代表取締役社長に就任いたしました三沢光晴より、ファンの皆様に一言ご挨拶します。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。また5月2日東京ドーム大会ジャイアント馬場引退記念興行にはたくさんのご来場本当にありがとうございました。これからも全日本プロレス馬場前社長の意思を継ぎ、全日本らしさを胸にレスラー社員一同今まで以上に一丸となって頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございます。フリー参戦を続けていた高山義弘と柿原雅人の全日本プロレス正式入団が発表されました。今までも一生懸命やってくれてたんでね、フリースを全日本プロレスの一員としてのね、自覚を持ってこれからも一生懸命やってくれれば、これまで以上にね、頑張るだけです。はい、今までフリーとやっていていろいろ勉強させていただいて、これからは全日本プロレスの一員なので、もう一選手として力いっぱいやろうと思ってます。スーパーパワーシリーズ開幕戦は三沢全日本の開幕です。三沢柿原組対大森高山組。さあタイガードライバーだ。タイガードライバーカウント。高山がカットに入りました。ジャイアント馬場引退記念興行 5.2 東京ドーム大会の翌日、全日本プロレスが生まれ変わり、この三沢が新社長に就任しました。明日の全日本はこの三沢にかかっております。ニーリフト、高山のニーリフトが炸裂しました。悶絶する三沢光晴、このシリーズ最終戦、三沢光晴は三冠の初防衛戦が控えています。相手は小橋健太。さあその三沢から柿原にタッチ成立。この柿原そして高山が全日本プロレスに正式入団いたしました。今日からは全日らしい、全日の選手らしい戦いを見せてほしい。さあ焦点、高山がダウン、大森が入ってきました。あっと大森にも入って焦点、大森がリングの下まで落ちました。さあ髪の毛を掴んだ柿原、カッキーカット、ニードロップ、なんとか難を逃れました高山義弘です。リフト、今のリフト、そして三沢がカットに入ります。三沢、さあそして2人がかりだ、大森と高山、ダブルの攻撃、レンドスター。この大森高山組、このシリーズ 6.4 札幌大会でアジアタッグ戦が控えています。外部に流出したその全日のベルトを大森と高山が取り返すことができるか、正式入団した高山が全日のベルトを取り戻すことができるか。試合の権利は高山です。青コーナー、そしてまだ腹の当たりを抑えている柿原です。大森にタッチが成立しました。バックに回った、はい、おっとトップロープの上に落としました。その声を受けてさらに燃え上げる大森高雄です。ボディースラム、さあサポーターを下ろした大森高雄、ニュートラルコーナーのトップに立ちました。そしてあっとダイビングのニードラップ、高指、三沢がカットに入ります。高山に燃えるも、そしてトップに飛んで、エルボー
しました。高山と大森の合体。さあ三沢がエスケープです。リングの下にエスケープ。古軍奮闘なるか。柿原ニュートロンコーナー入っていくか。押し出して押して大森がアピール。アーツバンバーカバーだ。がっちりカバーした。カウント3。大森が見せました。大森高山美の勝利。 6.4 札幌大会でアジアタックのベルトを取り戻してくれ。そして敗れた三沢組、大森とそして高山が見せました。 6.9 世界タッグ戦迫る。三沢さんとこ勝って、川さんとこに勝って、もうあとうちのチームで世界タッグできるって言ったらもうね、エースガン組しかないんで、まあそれ勝って、まあみんなにもう敵いないなっていう状態で、今度はまあ小川さんと一緒に外にね、目を向けていってもいいんじゃないかと思いますけど、海外でも国内でも、まあバーニングここにありぐらいの感じで、まあ、もう気持ちはもう十分僕は先頭切っていくつもりです。もうこれから伸びてくる可能性がすごく高いチームというんですかね、そういったチームとどんどんやっていきたいですよね。若いそういうエネルギッシュなチームとやっていきたいですよね、はい、そういったことからやっぱり今回そういうエースガンにそういう白羽の矢を立てたというか、そういう気持ちですよね、はい。6.9 仙台大会の世界タッグの前哨戦と言ってもいいでしょう。小橋秋山組対ジョニーエースウルフホークフィールド組。小橋、本当の意味での新時代宣言を目指す小橋。ラリアットです。エース、そしてウルフのラリアット。秋元エースがシャート合体。エースがカバーします。秋山間に合いました。小橋秋山組が持つ第36代の世界タッグのベルト、これを 6.9 仙台大会でエースとそしてバードガンが取りに行きます。ムーブメントを起こすかエース、バーニングの手法、ベルトを渡すわけにはいかない小橋です。ウルフがいった、ダイビングのショルダー、赤コーナーの秋山が返しました。バックルがいった、反則を倒し、そして秋山にタッチ成立。秋山が入ってきました。ロープに振ります。振られたのが秋山、ラリアットかわしている。ダイビングして飛びついた、どうする、後ろに返しました。ラリアット、ウルフのラリアット、片指2で返します。秋山潤、小橋秋山組としては2度目の防衛戦になります。 6.9 仙台大会。さあ抱え上げた、どうする、そのまま落とした、カバーに行く、これは小橋が間に合います。そして小橋にエースが突っかかりました。リングの下です。試合の権利はウルフと秋山、場外戦は小橋とエースです。傑作攻撃、会場が揺れました。そしてウルフが取った、ダイビングのボリュープです。小橋はここだ、返しました。小橋は今リングの下でした。なんとか返した秋山。さあ先に立ち上がったのがウルフです。秋山が捕まり始めました。さあ抱え上げた、小橋が間に合った。そしてエースにもエルボーとチョップ。小橋にウルフとエースが行きます。その後さあ小橋タイミングができるか、ロープに振った、技を見せるか。小橋秋山抱え上げて、そのまま抑えに行く、2カウント。さあ湧いてきました東京後楽園ホール。試合の権利は秋山とウルフです。場外でまず秋山
山が背中にジャンピングに、そしてエッジプライダー、エッジプライダー3回転、カウント3、しかし、しかし、なんだ、ファーストが襲いかかっている、なんという動きだ、試合とは関係ないバーディーが乱入、これは世界タッグ戦を意識してのことか、新生全日本のバットが揺れています、緊急事態、バートガンが乱入しました、そして小橋が腹の辺りを押さえていました、ジョニーエースバートガン組が 6.9 仙台大会、あーまた行った、乱闘です、世界タッグのベルトを守れるか、そして取るか、小橋秋山みたい、エースガン組 6.9 仙台で激突、6.11 日本武道館三冠ヘビー級選手権試合、チャンピオン三沢光晴対チャレンジャー小橋健太、早くも黄金カードが実現、新生全日本の船で今日は今回のシーズンが始まりということでね、自分がその頑張らないといけないと思いますので、とにかく三沢さんにね今回勝ってですね、やっぱりその本当の意味での新時代宣言ができるように頑張ります、はい、三沢光晴とね小橋の試合っていうのはやっぱりまあ僕らは僕らなりにね自信を持っている試合ですし、お互い変な気を使わずにね思いっきりできる相手でもあるんでね、ただほら俺が妥協してそれにその下に譲るっていうねことはやりたくないんでね、これもうねやっぱり気持ち的にも技術的にも、あもうこいつがもうねチャンピオンになって勝ったんだもうしょうがないなってぐらいの気持ちでやっぱりね負けたいですからね、そういう気持ちでやっぱり挑みたいと思います。全日本プロレス中継ではこの模様を緊急拡大スペシャル第6弾として放送します。現在日本プロレス界最大の注目、それは他団体レスラーによる交流戦開催が本当に実現するかどうかということ、そんな状況の中5月5日全日本プロレスの選手が他団体のマットに上がった。全日本プロレス緊急おっと菊池が飛ぶ、おおゼロ戦キック来ましたね、ゼロ戦キック、いやこの FMW のマットでゼロ戦キック炸裂ですよ。おさらにおスライド、いわゆる対抗戦2試合目ですから、残念ながら佐々木取られてますからね、あそうかそうか、これ中川是が非でも私勝ってほしい、そうですね、うわすごいな、でもゼロ戦キックネーミングのセンスは置いといてますね、なかなかいい技ですよ、てっちゃんカッターに通ずるところがありますね、てっちゃんカッター菊池らしいね、驚くささありますよね、いやしかしとにかくこの試合巧者中川をしてもやはりなかなか試合のペース全くここまで掴めていませんね、これはちょっと交流とはちょっと言い難いですけど、なるほど、うわすごい頭突きだ、今音聞こえましたが、そのあたりのシーン、おおなんですごい、今日の試合見たら6万9千円ぐらいの価値があるんじゃないですか今日、そんなこと加算してたら今日なんか大変ですよ、お足を取って、足を取ってさらにもう一発、あそのままジャックライフ、そのままジャックライフ、逆に返された、危ない、森島たけし、佐々木よしのり、いや本当ねこの男はね鍛え方が違うんですよ、一方の森島190cm 113kg、もうまさに両者ですねコーツつけがたいダンプカーと戦車のぶつかり合いという感じなんですけれども、さあ串刺しエルボー、一つ一つの技に重力感があります森島、じゃあどう時計どうの
これゲームあるんですよ。もういきなりこれが次の試合にあるんですけど、第3試合でね、実はあの私の中ではこの試合最も今日注目度高いというですね。どうしましょう、これも注目する試合ばっかりですよ今日はもう、ね、はい、まさにそのね、外の天気に負けないぐらい晴れ晴れしい試合、きっちりとね見せてほしいなという気がします。もう今さっぱりしたいですね、これ見て、これ見て、はい、さあ森島が、お、いや本当なんかプロレスの未来は明るいって感じしますよ。やっぱりこういう試合が、同じ状態を揺らして赤コーナー何があるんだ。危ない危ない危ない、おー、ミサイルキックだ。高さ十分であります。もうね、旦那恐るべし、団体を背負って立つ男のね、頼もしいね顔つきしてましたよ。うわっと、しかしバックドロップで返していく森島、まだ大丈夫だ。さあ返していく、まだまだややちょっとダメージが残っているか。いやー、両方ちょっと当たりは不十分だったが、おーっと、まだまだ佐々木は返していきます。カウント 2.3 ぐらいで返していきました。こんな試合見れるのは素晴らしい。やっぱり、まあ、森島も気合が入ってきました。うう交流戦やるべきだっていう気持ちは赤はもう本当ますます湧いてきました。おーっと、このギロチンも非常に高さがある。いやー、先ほどのダメージはどこへ行ってしまったんだっていうぐらいのね、森島もタフであります。このサイドバック危ない危ない危ない、あーっと、佐々木スリーカウントを聞いてしまった。あー、一瞬のスリーカウントだ。続いてはこれで見納め 5.2 東京ドーム大会。そして前日のマットでもこのようにポーズを決めます、金村幸弘、そしてゲド、この2人が踊ります。ゲドが打ってついていきます。ヘッドバットキックは口もその辺。さあ金村と中川も入ってきた。3人でストンピング、激しいストンピング、東京ドームはブーイング、3人のヘッドボット、おーっと、本田多門が勝っている。本田多門のヘッドボット、金村中川場外に吹っ飛ばされました。そういう場面がこの東京ドームでも見られるんでありましょうか。福島園部がロープに腕をかけまして、おーっと、足をかけます、喉元に足をかけます。中川の足を挟ん、喉を挟んでいく。ボディースラムを打って金村、スワンダイブ式にボディープレス、片指固め、カバーに入ってマイティーの上、カウントを飾る。カウントは2つ。トップコーナーに金村が登って、ダイビングの先頭。さあ、カバーに入って、カウントは2つ。金村が立ち上がるのを待ってミサイルキック、クリーンヒット、スクッと立ち上がって右腕上げたジョニー・スミス、ロープに飛んでラーリアット、1回転金村。さあ中川が来て、中川にもラーリアット、ゲドも入ってくるが、どうすればいいんでしょう。もうちょっとですね、やっぱりゲリラ殺法でですね、はい、突破口を見出さないとですね、この展開では完全にもう口にかき回されてますよね。いつもの試合をしていくべき。そうですね、はい、FMW での試合はもう少しラフサッポを使った試合をしていきます。しかしここら辺は福島園部の方がテクニックとラフサッポを活用していますね。逆にえげつないですね、はい、下道が飛ばされた、キックで迎撃、セカンドロープからバーッと、これは抱え上げられた。さあ本田多門がそのまま後ろに起こす。さあもう一度ロープに飛ばした本田タモン、ラリアットはかわしたけど、さあ抱え上げてそのままタモンズバード、カバーに入ってカウントが入る、カウント3つ。最後は本田タモンが仕留めました。下道から3カウントを奪っています本田タモン。場外に逃れて金丸は追いません、リングに戻ってきます。おっと森島が来た、エルボー、そしてブレンバスターの体勢だ、志賀健太郎が持ち上げてこれはかわします。さあドロップキック、ダブルでいった。さあ
ロープに飛んで、そして2人でこれはぐるっと回ってリングの中に戻ってきます。さあロープに飛ばしてドロップキック、場外エスケープは浅子さとる、そしてボディープレス、ロープを越えてボディアタック、カバーに入ってカウントはカウント2つ、浅子志賀を飛ばしてセカンドロープから回転エビ固め、カバーに入ってカウントが入る、カウント2つ、逆にジャックナイフ固め、カバーに入ってこれはカバーの打ち合いだ、カウントが入る、カウントが、カウント2つ逃れました。試合時間は10分を経過しました。カヌエルロープに飛んで、あーラリアット、セカンドロープトップコーナー登って回転して頭を打ちつけます。トップコーナー赤コーナー、トップコーナーに据え付けたなだれ式の行くぞ行くぞフランケンシュタイナー。さあ今度は金丸をスーパードライブ、浅子昨年と同じ技を見せた。さあ3カウント奪うか、カウントが入る、カウント3つ、全日本浅子氏によるタッグマッチ、4人のタッグマッチは浅子悟が最後はスーパードライブ浅子で金丸義信から3カウントを奪いました。丸藤直道トップコーナーに登った、さあおっと丸藤が飛んだ、丸藤が行きます、リング下、おっとパンチだ、ナックルパート、おリングアナウンサーの南波さんに向かって何かアピールをしています。お引きずり込んだ引きずり込んだ、マイクが持ったままだ、どうするんだ、おっと東京ドームのお客さんにこのヘッドバットの音を聞かせました。丸藤直道画面の右、おっとタイガーマスク譲り、うっさーっと腰を振るアピールをする、このままにさしていいのか、丸藤どうする、丸藤どうする、おっとドロップキック、リング下転落、おさらに来るか来るか、トップロープ、フェイントを見せます、得意のカニ殺法ついに決めることができるか、3度目にして決めるか、カニが飛んだ、もう一度菊池が行くぞ、おっとゼロ戦キック、まだ行く、飛び越えて、おーっとすごいキックを見せました、突き刺さった、逆に菊池に対していく、なだれ式のフランケンシュタイナートップロープに座っている、何はまだ寝たまま起き上がるのを待っています、起き上がるのを待っています。さあ丸藤トップコーナーからダイビングボディープレス、カバーに入った、さあどうだ、2カウントで返しました、何は丸藤直道トップコーナーに登った、さあおっと丸藤が飛んだ、丸藤が飛んだ、カットトップコーナーからヘッドバット回るぞ、ダイビングヘッドバット決まった、トップローブに足をかけている菊池、このまま投げ捨てた、そして菊池が起き上がるところは、あーっと何が読んでいたよ、かわしたバックを取ってジャーマンスープレックス、ホールド、今日はカニ歩き3回しかしていませんグランナニワ。さあその間にリング上、さあ菊池がこのまま二の玉ボム決めるか、カウントワンツースリー、カウントスリー、橋本を下しました。痛いじゃないですか。最初に見た水道山さんの家を、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございます。